はい、皆さんこんにちは、ワンダルミルージです。ではですね、ファミスタクライマックスのドリームペナント5周目に入っていきたいと思います。で、今回からはですね、まあ、ドリームペナントのペナントレースのプレイもお届けしていこうかなというふうに思ってまして、まあ、1試合1試合の前にファミダスを1回ずつ引いていこうかなと。ファミダスポイントも10万ポイントありますんでね、30試合設定なので、まあ毎試合ファミダスを引いても十分にファミダスポイント余るかなというところなので、1試合やる前にファミダスポイントを引いていきましょうということで、早速ファミダスポイントを引いていきましょう。うん、ファミダスを引いていきましょう。どうしようかな、投手野手それぞれ10連、いや5連だな。5連を投手野手それぞれで引いていきましょうか。青カードか。なんかそろそろ、おー、金カードが来た。西ね、オリックスの西。やっぱ金カードになると PP が高いですね、75ポイント。青カード。金カード来るね、やっぱ5周目ともなると。うつみだな。 PP は75、金カードはデフォルトはどうやら75ですかね、きっと。いやー、金カード2枚来たね。これは非常にありがたいですね。じゃあ次、野手も5連引いていきましょう。青、栗山ね。青、角中2枚目じゃないかな。青。おー、そして金カードが来た。福留。ミート、A、パワー、A。さすがだな、このあたりは。じゃあ、ちょっと今回獲得した福留のスキルを見ていくと、スキルというかステータスを見ていくと、ミートが A で68、パワーが60か。なるほど。角中もね、かなり強いんですよね。じゃあちょっとこれでスターティングオーダーを入れ替えるかどうかっていうところから検討していきます。いや、よくよく考えたら1試合ごとにやると結構面倒なので、1カードごとにしましょうか。1カードなので、ちょっともう1回ファミダスに戻ってファミダスを引いていきましょう。1カードごとに10連をそれぞれ引いていくっていう感じにしましょうかね。そしたらで、どっかショップに泊まった時にはね、自分の好きなカードを買っていくっていうのが一番いいかな。なのでちょっと10連をじゃあ引いていきましょう。金子千尋、ルーキーですね。このあたりはね、青カードで能力は高いものの、どこまで今のスタメンメンバーにとって変われるかっていうところはありますけどね。今回はちょっと金カードの出が悪いかな。全部青カードでしたね。じゃあ続いて野手の10連も引いていっちゃいましょう。スタメンがね、変わる可能性ありますからね。川端、明石で橋本。橋本は2枚目かな。細川ですね。ちょっと金カードの出が悪いけど、ここで中田翔が来たな。で井口、井口もまだ健在だな。で坂本、坂本これは2枚目かな。でオコエだな、オコエ。今回もちょっと金カードは出なかったけど、まあ個人的には坂本の2枚目は嬉しいかな。はい、じゃあカープ戦をプレイしていきましょう。スタメンのメンバーを入れ替えるかどうかというところなんですが、
やっぱりピッチャーはね、フォーク持ちを入れておきたいので、まあ、今回はスタメンは入れ替えはないかなという感じですかね。まあ、福留とか、金カード手に入れた人材入れてもいいといえばいいんですけど、三塁のね、吉川のところに誰か入れてもいいかなというのはあるんですけどね。今回三塁だと誰かいたかというと、ちょっと選手リスト見てみましょうか。覗いてみます。三塁手でいうと松田、これ侍ジャパンなんで自分で手に入れたものじゃないんで、ちょっとここはスキップをして、で三塁手というと、まあ、川端、ただ川端に入れ替えるほどのインパクトかというとね、あと新井、福田、まあ、この辺りになってくるかなというところになっちゃうんですよね。で、福留もまあ外野手ですからね。そうなるとちょっと現状維持かな。三塁で誰か入れたい新しい選手がいるかというと、ちょっといないんで、このままいきましょう、今回は。で、吉川のところ、まあ、吉川に失礼ですけど、吉川のところに、ね、さらに選手が入ってくると、もうかなり盤石な構えになってくるかなっていうところですけどね。あと、今回からはですね、相手の選手自体は、まあそのまま、コンピューターの強さっていうのかな、は強いのままなんですけど、相手選手のスターティングオーダーが、まあ、いわゆる一軍選手にもう固定になりますからね。今まではどちらかというと、まあ言い方悪いですけど、二軍とかね、あとはファームの選手中心だったり、あるいはそういう選手が混じったりっていうコンピューターのデッキだったんですが、まあ、今回からはもう完全に一軍選手たちになってきますからね。まあ、油断ならないところにはなってきますね。さあ、菊池にライト前に運ばれてワンアウトランナーが一塁。おお、ポロってるなー。エラーが出てしまって、ワンアウトランナー二塁一塁。まあ、完全に打ち取った当たりではあったかなとは思うんですが、ここで4番の新井だな。新井はミートパワーともに A プラスだ。ここはフォークで空振り三振。で、鈴木も危険なバッターですが、ここはセカンドゴロに打ち取って1回の表。まずは0点でスタートしましたね。荻野の当たりはセンターフライ。で、荒木はクイックスローをつけてんだな。おお、いいね。流し打ちがうまく決まりましたね。野村も能力値は高いな。で、ワンダーチームのクリーンナップはかなり強力ですからね。この岡島に始まり、4番メヒア、5番柳田、6番坂本っていうね。特にこのメヒアはパワー S プラス。まあ、芯で捉えれば入るかなっていう感じですね。ちょっとこれはバットの根元だったかな。さあ、強力なバッターが続きます。柳田。PP が91になってるな。91とかになってくると、下手な選手3人分とか4人分とかのね、ポイントを使っちゃいますからね。その分の働きは見せてほしい。そのせいもあってというわけじゃないんですけど、結構控えの野手は少なめにせざるを得ないんですよね。PP ポイントを圧迫してるんで。で、どうしても先発ピッチャー、リリーフピッチャー、まあ、投手陣は減らせないんで、そうなってくるとどうしても野手、控えの野手をね、減らさなきゃいけなくなるんですよね。まあ、ただ試合の設定が3回の設定になってるので、まあ、そんなにね、
まあ、野手投手ともに交代が必要になるかというのはあるんですけどね。これは切れていきます。追い込んだらフォークボール。さあ坂本からの2回の裏の攻撃、これは坂本がうまくバットを合わせて、まずはツーベース。でこの5周目、まあ、守備よく優勝してドリームファイナルも制することができたら、もういよいよコンピューター強いにしてね、最終決戦を挑んでいきたいなとは思うんですが、まずは今回ファミダスもバリバリ引きつつ5周目、完全優勝を目指していきましょう。小林は本当に特に肩、盗塁阻止っていう面ですっごい活躍してくれてるんでね、前のシーズンは盗塁阻止率 100% でしたからね、かなり。どっとこれは荻野の当たりがピッチャーライナー、ゲッツーでスリーアウトですね。さあ3回の表、ここを抑えれば千賀が開幕投手で開幕勝利権利を獲得できますが、バッターは松山。よし、ここは速球で空振り三振。よし、坂本のナイスフィールディングでツーアウトです。で菊池だな。菊池もね、結構危険ですからね。ミートが A プラスでパワーは B ですけどね、まあ、B あればスタンドに持っていけますからね。まあ、ただここは千賀が無難に開幕戦を勝利で飾ってくれたな。まあ、千賀になってくるとちょっと安心かなって感じですね。でチームの PP ポイントがね、ご覧の通りまだ1000ちょっとなので、これだと金色カード選手でスタメンを固めるとかなり圧迫してしまうんでね、まあ、福留とか金カード手に入れましたけど、ちょっと控えにすら入れられない感じになっちゃってますね。では2試合目です。開幕広島との3連戦、このカードは3連勝してスタートダッシュを決めたいな。先発は杉内ですね。杉内のところにできればフォークを持った強力な投手を入れられれば、投手陣も、まあ、千賀に始まり、まあ、菊池はねスライダーですけど、菊池はただ速球が160キロになってくるんで、菊池は残すとしてもこの杉山のところに何か選手を入れられればいいかなと。ちょっと守備のまずいところもあってノーアウトランナーが3塁。ここは杉内になんとか抑えてもらいたいな。よし、菊池は見逃しの三振。最後ちょっと緩いボール投げてみましたが見事にはまりましたね。これは大きい当たりだ、入るか。フェンス直撃。丸の当たりはライトフェンス直撃のタイムリー。1点先制点取られてしまいましたね。で盗塁阻止率 100% の男。今季も小林の肩は健在だな。ああいう場面できっちり盗塁を刺してくれるとすっごい楽ですよね。アウトカウントも稼げるし、スコアリングポジションにランナー背負わなくて済むし。さあ1番荻野が倒れて2番荒木。福井は決め球がフォークなんで、追い込まれる前にやっぱり打っていかないと。追い込まれてからのフォークは三振率が非常に高くなりますからね。さあ岡島です。まずは1球目ボール。これはちょっと詰まった根元の当たりですが、センターに、ライトに運んで同点タイムリーですね。
で、これは大きい当たりだぞ。フェンス最上段だな。ミヒアの当たりはツーベース。ただここの柳田、坂本も打てますからね、ホームランは。フィーダースチョイスでオールセーフで6番坂本。その坂本の当たりはどうだ、入るね、満塁ホームランだ。いやー、6番に坂本がいるっていうこの布陣、うん、吉川の当たりはショートライナーです。で、8番キャッチャー小林。小林もね、ご覧の通り打てるキャッチャーに育ってきましたね。最初の頃はどうなるかなっていう感じでしたが、さあこれはおっと、センター荻野落下点入ってましたけど、鈴木の当たりを落球。これは入ってるね。ちょっと守備が今回、まあ、落球もあり、僕の操作が悪いところもありというところで2点を献上。ただまだ杉内のスタミナは十分残ってるので、まあ、この2回をね、ここできっちり終えられれば完投もあるかなっていうね。ここはうまーく運ばれてしまいましたね。ここでピッチャーの今村だな。ここゲッツーとかにできればよし、今村のあたりをゲッツーに仕留めて、なんとか1点でしのぎましたね。じゃあ杉内はそのままバッターボックスに入らせて、これがショートフライですね。だいぶイージーなあたりになってしまいましたが、で、荻野の当たりは、これは三塁までいけるぞ、荻野の足なら。で、2番の荒木。ここはスクイズだ。よし、成功しましたね。バント A プラスですからね。そして3番から、強力打線が始まる。これはちょっとバットの根元かな。岡島はライトライナーに倒れて、ツーアウトランナー一塁でメヒア。強振がもう1回しか振れないか。うん、メヒアの強振のあたり、ちょっと弾道が低かったんで。スタンドインとはなりませんでしたが、当たりは完全にクリーンヒットしましたね。柳田はセカンドゴロに倒れて、これで3アウトチェンジです。じゃあ杉内はちょっと投げれるところまでは投げてもらいましょうか。1番の田中を出してしまって2番の菊池涼介。ちょ、菊池とかになってくるとね、少しそのゲッツーとかっていうのが狙えなくなってくる選手にはやっぱなってきますからね。走力が、まあ、B 以上になってくるとゲッツーはちょっとね、当たりが相当良くて正面に入っているとかっていうことがないと少し難しくはなってくるかなと。これは後ろに反らした田中の足を考えると返ってきますね。さらにちょっと無駄にホームに投げてしまったんで、新井に三塁まで進まれるっていう失態だな、これは。さらにフィルダースチョイス。杉内、もうちょっとあと一人だから頑張ってほしいな。リリーフは使いたくないけど、ちょっとこれは欲をかきすぎたかな。投手を変えていきましょう。ここはリリーフエース西村。
さあ最後は阿部をセカンドゴロに打ち取って、まあ、危なげな試合だったとはちょっと言えないですけどね。まあしっかり打線が打ってくれたかなという感じですね。さあじゃあ続いて3試合目へと入っていきましょう。次の試合は変化球がダウンするということか。先発が誰かだな。先発は菊池雄星ですね。まあ球威があるので菊池に関しては速球で押していきましょう。この試合はは際どい池田アウトですね。まあ、走力が A とかになってくるとちょっと当たりの弱い内野ゴロだと下手すると内野安打になってしまうこともありますからね。ここは菊池を空振り三振、菊池対決でしたね。丸の当たりはライト前ヒット。荒いエルドレッドあたりは一発もあるんでね、気をつけていかなきゃいけないところですが、ここはうまーく当てられてしまってレフト前ヒットですね。でこれは危ない当たりだ。鈴木の当たりは切れなければ確実にホームランっていう大飛球だったな。これも大きいぞー、打ち直しだー、スリーランホームラン。いやー、ただここで気落ちできないんですよね、エルドレッドですからね。いやー、やっぱりこのクラスになってくると危ないなー。油断すると普通に負けるな。正直2周目3周目4周目あたりまではペナントレースでは負けることは、まあ、たまにはありましたけど、ほぼない。で、しかも、その、なんていうんですかね、ドリームファイナルになってくると、まあ、ちょっと負けるかもっていう、ヒヤヒヤするようなところもあったんですけど、正直、ペナントレースの最中で、危ないかもって思うシーンはほとんどなかったんですけどね、さすが。一軍軍団になると違うな。ここはただ貯金は作っておきたいんでね、5点差ありますけど、まあまだ試合は始まったばかりなんで追いかけていきましょう。岡島は強振をしてツーベース、まあ、ここでね4番5番あたりで1点でも2点でも返しとくとわからないかなって感じですけどね。メヒアのあたりはタイムリーツーベース、2点タイムリーツーベースですね。で、柳田のあたりはちょっと上がりすぎかな。これでツーアウトですね。もう1点2点欲しいなってなると、どうしても坂本に一発を期待したくなるんだよな。ここはただ流し打ちしてツーベース。メヒアの足だとちょっと今の当たりでも返ってこれないですね。で、7番の吉川、キャッチャーの石原の足異常なほど速いですよね、今のとか見ても。菊池がへばってるな。ちょっとここは変えてあげましょう。もう厳しい感じになってきちゃってますからね。
ちょっとタイミング合わなかったな。普通にやってたらもしかしたら取れてたのかなっていうね、微妙な当たりでしたね。で田中にまた出られたが、ここは菊池をゲッツーにできないね。丸もパワー A プラスになってますからね、スキルを発動したとはいえ。最後は縦の落ちるスライダーで空振り三振。3点差をかける2回の裏の攻撃、小林からですね。剛速球持ちだったんだな、知らずにバッター合わせましたが、ここはツーベースになります。で内のところですけど、ここはもう代打を送りましょう。勝ちに行きたい試合になってきたので角中を送りましょう。よし、角中はこれ2塁までいけるでしょう。この回に試合をひっくり返すぞ。よし、これで1点差だ。でね、この2番から6番ぐらいまではもうかなりね、熱い打線になってますからね。さあ、これで同点。で、期待のクリーンナップだ。で、相手はピッチャーを変えてきます。ジャクソンだな。これはちょっと上がりすぎかな。岡島のあたりはセンターフライ。ワンアウトランナー一塁で、メヒア、まだメヒアここまでホームランないですからね、3試合目にして。で5番の柳田になります。振らされた。これはメヒアの足だと帰ってこれないかな。坂本につなげる感じにはなりますね。坂本がしっかり返してくれれば逆転できる。よし、抜けた。これで2点勝ち越しになりますね。バッター陣が強力なんで、取られても取り返せるっていうね、まあ、少し余裕はありますよね。これが投手陣が崩壊して野手陣もちょっとパンチ力不足なんだよなーってなると、少しその先に点を取られるとうろたえてしまうかなというのもあるんですけど、野手陣好調ですからね。おお、しかもポロってくれた。角中、この回2回目の打席だ。なんかボテボテの当たりでしたけど、しっかり点につなげて、この回7点、ビッグイニングだな。荻野の当たりは追いつかれるか。追いつかれるね。エルドレッドが今みたいな飛び込みするかな。本当の試合の時に若干疑問はありますけど、ここはリリーフエースの西村健太郎を投入しましたが、新井に強襲の強烈な当たりでしたね。ただ新井はそこまで足が速い、その野手ではないんですけど、この当たりでさすがに帰ってきますね。ここはフォークでエルドレッドを空振り三振。阿部も空振り三振。ツーアウトまで来ましたね。で、足の速い石原。ただ足が速いといってもキャッチャーで、その追いかけるときは足が速いっていうね、だけなんですけどね。はい、というところで、カープとの開幕カード3連勝で終えることができました。
いかがでしたでしょうか。でですね、試合始まる前、プレー始める前にお伝えした通り、今回からドリームペナントもちょこちょこ、お伝えをさせていただきつつ、カードが始まる前には、ファミダスをね、野手で10枚、投手で10枚引いていきたいと思いますので、そのファミダスの引きに関してもね、楽しみにしていただければというふうに思います。じゃあちょっとね、キャンプまでプレイして、終わりにしていきたいと思いますので、もう少しお付き合いをお願いいたします。キャンプで、レアリティの高いカードショップに行った時にはもう、金色カードをね、直に買っちゃいましょう。ファミダスポイント余ってますからね。ただこのデッキの整理をしてもいいんですけど、結局結構サイコロの目の大きい選手ばっかりなんですよね。お、ただ今回2がいる。ちょっと2を使ってカードをゲットしましょう。山中ね。先発投手は、足りてるといえば足りてるからな。ここもカードを取りに行きましょうか。原口。原口とかもね、今の段階になってくると、ちょっとその入り込む、スターディングに、スタメンに入り込む余地はないかなって感じなのが残念ですね。お、選手カード2枚だ。おお、これは嬉しいな。森を手に入れた。しかも金カード。で、もう一人は田村ですね。はい。というところで、次回ですね、ベッサーズとの3連戦をお届けしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。